ちは小泉一馬でございます。もうテンションだけ高いのが小泉一馬でございます。今年1年2016年、皆様のおかげで小泉一馬議会活動を続けることができました。感謝申し上げます。今年はね、富士通の指名停止形骸、そういった問題ありました。小泉が取り上げて議会でも大問題になったというお話ありましたよね。それからね、年末に来てこれ小泉もね、またやっちゃいました。長野県庁を住民監査請求、台北森林組合補助金不正受給の件ですね。これね、長野市だけではなく県下一円から小泉の他に5名の参加者を募りまして住民監査請求することができました。もうね、これ本当にね、5名の方感謝です。小泉はこの調子で来年も飛ばしていきます。住民監査請求ぜひ成功させたい小泉です。来年もよろしくお願いいたします。今年1年ありがとうございました。